実験大好き MNM です。今回はね、皆さんからリクエストのありましたマグネチックループアンテナ、これをねちょっと取り上げたいなと思います。10年ほど前ね、コンパクトアンテナっていうことでものすごく人気がありまして、市販品もあったと思うんですけどね、結構多くの方が自作されてきたアンテナじゃないかなと思います。結構ね癖があるアンテナだと思いますのでね、ぜひともね10年前、皆さんも多分見てる方もね作ったことあると思いますので、見ていただきながらね当時を振り返っていただければと思っております。補足説明。昔大流行したコンパクトアンテナ、マグネチックループアンテナ紹介するよ。たくさんの方をアンテナ沼に引き込んだ恐ろしいアンテナだよ。本当に怖いアンテナだから、使いたいと思った時は十分に注意してね。のんびりと紹介するから、時間がある時にゆっくり見てね。まず全体がこんな感じですね。こんな感じのアンテナになっております、全体が。で、今回はねちょっとまあサンプルということで、こういう形で、まあ、G2 の足取り付けさせていただいております。で、マグネチックループこれもねかなり簡素なタイプですけど、よく皆さんねこちらの方に銅パイプとか銅軸ケーブルとか使われていると思うんですけど、私のねこの時製作したやつはこのような形でね、アルミですね、アルミの平板をね、もう要は曲げるというか曲げちゃったっていうんですかね、これ寝て緩みますとねすぐに元に戻っちゃうんですけどね、これを使っているような形になっております。これねこういう形になっております。まあこういう形になっております。でもうあと一つのね特徴が、まあ、こっちはもねサブのループですけどね、まあ、これもあんまり完成度良くないんですけどね、今のところはねこれはアルミ線をねこのような形で、まあ、若干ねこう変形させたり伸ばしたり縮めたりしましてね、ここ全周をでね調整するようにしております。サブの構造もほとんど一緒ですね。こういう形で丸めて塩ビパイプをね使って絶縁しながら形状を保持しております。でこちらの方がね、マグネチックループで一番重要になりますね、コンデンサーになります。可変容量コンデンサー、まあ、これね見ていただいたら大体分かると思うんですけどね、同時ケーブルの中のところだけ引っこ抜いて外にね、はい、銅の板をね、薄い板です、 0.0mm の板をね曲げて筒状にして、まあ、これをね伸び縮みさせて調整するような構造にしております。でこれが紐ですね、これがまた後ほど見せるところになります。で実際のこれはね、このコンデンサーだけでは容量が不足しますということで、まあ、各バンド用にこういう形ですね、同時ケーブルを作ったコンデンサーをね使っております。今セットしておりますわね、斜めのようになりまして、ここにね高圧のコンデンサー、高圧のコンデンサーとね、まあ、同時ケーブルを使って斜めがね整合させております。でね、まあ気になる方は気になると思うんですけどね、これが何かと言いますとね、実際に先ほどの紐を引っ張りまして遠隔でコンデンサーの容量をね微調整するための道具になります。これがね結構今回のアンテナの中でも一番の山場になります。非常にねこのギアボックス見られてもね分かると思うんですけど、タミヤさんだったかな、プラモデルで有名なタミヤさんのね工作シリーズですので、どこにでもね入手できるギアボックスを使っております。まあこんな形でね動いております。まあちょっとねこの辺は横に倒した状態でいっぺんね動画と撮影したいと思っております。しましたらね簡単にちょっと動作させてみます。もうこういう形ですね。もうもう簡単なね、もう子供だましの工作になっております。こういう形でね、はい、ものがねちょいちょいちょい動いているような形になります。まあ、ここをね見るだけなくてね、反対がちょっとどっかの画面にあると思うんですけどね、コンデンサーもこんな形で動いていっております。ほんと子供だましです。まあね、こういう構造をもっとね難しく作ろうと思うとね、本当にそう、なんていうんですか、入手の困難なねギアボックス、まあ今回はね、まあ、こんな形で誰でも使えるねギアを使ってね作っているような形になっております。本当に子供騙しの作品です。こういう形ですね。ちょっと見るとこんな形ですね。
ちょっとねこの動きにブレーキも何もないんでね、応答速度が悪いんで、ここはね最後は癖がありますんで注意が必要かと思います。こういう形ですね。ちょっとねこのちょっとがね響きます、このアンテナは。早速ねマグネチックループ作りますと、一番問題になりますのがこちらの方ですね。サブループ、こちらの方がねどれぐらいエスラバーが買うかっていうのはね、これはなんでアルミで作ったかといいますと、変形しやすいんでこうしております。こんな形ですね。もう見てもらった方が分かりやすいと思います。こんな形ですね。こんな形でねここの形が変わるだけでも結構変わるんでね、私はだいたいこんな形だったかな、ベストポイントがちょっと違うかな、はい、こんな形ですかね。まあ実際ね形を変えてやってみますけどね、こんな形ですね。こんな形ですとね、どんな形なのかな、やっぱりねこういう形ですね。まあ別に1だから 1.2 だからという話もあんまりね私もしたくはないんですけど、こんな形ですね。次こんな形ですね。ビュイーンと伸ばします。伸ばしましたね。ちょっとこういう形でちょっとこうやります。こんな形ですね。あ、伸ばすね、結構下がってますね。こういう形にしてもですね。ですのでね、まあ形変えるだけでも結構変わるし、まあ、ここもね実際長さを変えてるようにこの当時あんまりこれ構造よくないんですけどね、今となりましたらここでね長さ変えれるように作ってたんですけどね、まあ、今のところほぼ固定で各バンドやっております。斜めががねこんな特性になっております。こんな形ですね。ですのでここをね調整しながら微調整して、まあ大体 1.1 ぐらいですかね、でね落とし込むようにしております。はい、まあこんな形ですね。一応整合を取れて今 7.175 になっております。ここでね何を言いたいかと言いますとね、ちょっとずれたんかな、この辺ですかね。まあ実際にねやりますとこんな形ですね。一共振周波数が 7.177、 1.5 が 7.169 ぐらいから、もう指の動きだけで変わっちゃいますね。 7.18が9ですからね、もう10キロ歩かないようなアンテナなんでね、非常に扱いにくいです。はい、しましたね。これが一番周波数の低い状態です。低い状態でこんな形ですね。 20.45 ぐらいですかね。でこんなかなりシビアですね。もうちょっとしたらピコッと上がる、非常に9の高いアンテナで有名でしたけどね。はい、でこれでちょっとねコンデンサーの容量を今いっぱい入れた状態ですね。すいません、コンデンサーを入れた状態ですけど抜いていってみます。ちょっとね音が聞こえてるかもしれないですけどね、ちょっとモーターでグイグイ動かしていっております。ちょっともうあっという間にこんな形ですね。もう異次元の世界です。ほんのちょっとしたことでねもう21メガから28ぐらいまでいけると思います。はい、これでほぼね一番コンデンサーを容量を減らした状態でいきますとね、何本ぐらいまでいくように作ったのかな、この当時。こんな形で 29.582 ですね。ちょっとね、582かな。こんな形ですね。はい。こんな形ぐらいまでいきます。ですのでね、まあ、例えば21メガで運用したいときを仮定してね、ちょっとだけやってみます。21.20 ぐらいで出たいなーっていうときですとね。はい。これでちょっとね、モーター回してみます。コンピューター制御とかしますとね、ステッピングモーターとか使えばそこそこ受けると思うんですけどね、これ完璧にこういう人力ですね。まあ一応お見せしておきますね。この人力です。この人力でやってるんでね、もうケーキを見ながらするような形になっております。こんな形ですね。もう見てもね、もう怖いですね。見てますね、もう遊びの中でね、もういきなり聞くんでね、はい、まあ慣れればなんとかなるんですけどね、遊びもかなり多いんでね、これは作りがあまりいい構造じゃありませんね。はい、まあこんな形ですね。まあこんな形ですね。ですからね、本当に目的の時に下げようと思いますね。こんな形ですかね。はいはい、こんな形になっております。
でね、これでこんな形で 21.238 して 1.5 が 21.221 21.2627 ですかね。もうほとんどないんでね、帯域が。はい、もうこれがこのアンテナのね、最大の弱点じゃないかなと思います。ちょっと SFR がね、下これをね少しこうしたりして、すいませんね、ダイヤルを回したりしますとね、はい、高い方で調整できなくなりましたね。ということは潰した方がいいってことですかね。まあ、こういう形で潰すと、そうですね、潰した方がいいですね。こんな形見ていただいてもね、 1.0 までいきます。そういうぐらいね、もう非常にね、こっちシビアなアンテナになっております。でそうだよね、まあ、この辺いろんな方がね作られたんですけど、私はもうすみません、これあんまり効率いい方法とは思わないんですけどね。はい、アルミの材料でこういう形で周波数に応じて手で潰して微調整しているような形になっております。どうだったでしょうかね。まあ、こんな形でね、マグネチックルーパーっていうのはだいぶ形になってきました。本来でしたらね、即運用っていきたいところなんですけど、見ていただいた通りね、かなり癖があるっていうんですか、で帯域も狭いのでね、ちょっと運用方式とか使い方何回かちょっと、ね、練習しないとね、私もこれはちょっと使えないかなと思って、取り急ぎはね、まずメンテナンスで調整の仕方をね再確認したような次第です。やっぱりね、10年前にも苦労した覚えがあるんですけどね、それがね再び蘇ってきたような感じになっております。今後はね、これを実際に使っていく動画作成していきたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。